てまいりました。はい、盛り上がりも最高潮といった感じですけれども、はい、いよいよ今週末にはね、来週末だ、はい、フォーミュラワンの日本グランプリが開催されるわけですが、富士スピードウェイ、はい、それを前にしてお台場に F1 がやってまいりました。最新モデルの F1、はい、ホンダ RA108 がやってまいりました。はい、今回もですね、今私たちの目の前にあります、その本物のマシンですが、ジェイソン・バトン選手、ルーベンス・バルチェロ選手と2人のドライバーが世界中を戦っているんですが、そうなんです。今回はなんとこのお台場にその一人、そう、今回ドライバーを務めますホンダレーシング F1 チームドライバーであるジェイソン・バトン選手がやってきてくれました。さあ、それでは走行前にまずは皆さんにご挨拶と参りましょう。ジェイソン・バトン選手、盛大な拍手でお迎えください。 F2000 ホンダ F2000 によってみんなにご挨拶です。皆さん、おお、ホンダ F1 チームのスタッフ、すごい盛り上がりになっております。はい、めちゃめちゃノリノリだな。いいですね、皆さん。さあ、ジェイソン、生顔を見ております、皆さん。はい、午前中はサングラスをかけてのかっこよかったけど、あれもだったんですけれども、サングラスがもうとてもちょっと仕事忘れてないですか。本当に絶対仕事忘れてないですか。ニヤニヤしてしまって、まあ、しょうがないね、この時間だけ許しましょう。ありがとうございます。でもね、もう一人席、そのジェイソンなんかが、大体ね、F1 ドライバーがこんな近くてね、あんな風に接してくれるなんてないですよ。ないですよね。いや、なかなかサーキットでも、もちろんレース参加してきてますから。でもね、いろんなね、取り巻きの人たちがね、そうそうそう、まあ、ドライバーを守ろうと必死になってますから、もう我々なんてとてもとても守れないんです。そう、ところが今回はお台場のマシン、おー、黄色い線が見えますよね。最高じゃないですか。さあ、そのジェットバット選手、チームの皆さん、フラッグを振っての応援になってますよ。半分やけになってますね。そんなことはない。まあでもね、今このお台場のこの雰囲気からファンのみんなが歓迎してくれているという雰囲気はね、本当にあのチームにパワーとなって伝わっていると思います。はい、今シーズンはね、本当になかなか思ったような成績を上げられないというね、なかなか厳しいシーズンかもわかりませんが、でもね、やっぱりレースってね、結果を変えられて何が起こるかわかんないんですよ。だから本当に今回の日本グランプリを含めて本当に残り頑張りになりましたけど、ぜひね、このホンダ、そしてジェイソン・バトン選手が素晴らしいね、いいジョブができるように、そうですね、みんなで、ね、応援してほしいなと思います。ジェイソン・バトン選手も今日午前中言ってたじゃないですか、他のチームはどうでもいい、ホンダだけを応援してくれと言ってたと思いますが、はい、ホンダだけを応援してくれというそのジェイソン・バトン選手、この後走ってくれます。はい、さあ、2週にわたりましてご挨拶をいたしましたが、そろそろ車に乗り込む準備ということになりそうです。いや、ニコニコじゃないですか。ご機嫌ですね、バトン選手。もうね、そばにはね、ジェイソン・バトン選手のパパもいてとてもニコニコされてますが、なんかこのイベントを心から楽しんでるって感じですね。そうですね、毎年日本に来られてるんですけど、はい、バトン選手なんかもう本当日本を大変気に入ってくださってるようで、楽しみにしてらっしゃるみたいですよ。そうですね、まあ、日本のファンの皆さんではもうこの、モータースポーツジャパンお台場でのイベントと、それからあとは、まあ、もちろん日本グランプリと、はい、そしていつもね、ここ数年ですけれども、ホンダの全日本的のサーキットで、まあ、イベントが開催されるときに来日してトークショーなんかをしてくれたり、はい、ファンドライブをしてくれたりっていうこともあるんですけども、まあ、でもね、まあ、第二の故郷みたいなもんですよ、彼は。ずっと F1 でこうホンダでやってるんで。そうですね、本当に今はホンダの顔になっております、ジェイソン・バトン選手。はい、今回はどんなドライビングを見せてくれるのか楽しみですね。いや、午前中の回もですね、総合サービスをしてくださいました。はい、あんな走り見られないですよね。そうですね、我々が予想していた倍ぐらいは走ってます。そうなんです、時間も、はい、かなりの時間走行してくださいましたし、途中でだいたいタイヤ交換までするなんて思いもしませんでしたからね。そうなんですよ、まあ、昨日ルカ・フィリッピ選手が思う存分やってくれて、うわルカすごいなと思ったら、あのルカがうわ俺もあそこまでやればよかったかもっていうくらい、ちょっと拗ねるぐらいね、ちょっとね、残念がっ
さあ、ということでね、ジェイソン・バトン選手、ヘルメット、ハンズつけました。今、コックピットに名前よしだな乗り込みました。悔しいなそんなことは言っててね。さあ、今マシーン乗り込みました。今ちょうどね、大型ビジョンをご覧をいただける方はね、カメラが近くまで寄ってますが、はい、なかなか本番あんな近くまでカメラが寄って撮る瞬間なんて多分見られないと思います。はい、狭いですね。狭いというかもう、はい、本当ドライバーだけのスペースといった感じでしょうか。無駄がないですね。ないですね。ジェイソンもあれだけ大きく見える人なんですけど、コックピットにあれだけちっちゃく入ってしまうんですね。収まるんですね。さあ、そして今チームのスタッフの助けを借りてシートベルト、はい、M1 ね、あれだけのスピードで、そして、まあ、レースをするわけですから、とても安全のことには気を使ってまして、このね、カーボンモノコックでできております、このまあ、ドライバーシューズですよね、はい、これなんかも F1 への厳しいクラッシュテストっていうのがあってね、でそれでテストを合格しないと、まあ、当然F1 レースに出られなかったりするぐらい、とても強度とか安全性の部分にはやっぱり気を配ってる。で今やドライバーの方がみんなハンスデバイスで首をね、守るためのデバイスがあったりとか、それからあとはそのヘルメットの横にこれからパコッとこの字型になってますけど、パッドをつけてね、もしもの時にその、頭部への衝撃を緩めたりとか、いろいろそういった安全なものをこれでもかっていうぐらいいろいろと今つけて、そして最後にもう本当になんじゃこのボタンはいっぱいっていうぐらいのボタンがついたこのエアリングをカチャッとつけて、すごいですね。すごい、本当に最新のマシンということですよね。惜しみない技術と惜しみないお金。そうなんです。まあ、そうやって言っちゃうとちょっと夢がなくなっちゃう話かもしれませんけど、それぐらいやっぱり世界一になるためにはいろんなものが、最高のものがつぎ込まれているのがエコランです。はい、さあ、ジェンソンが今グローブをつけますが、後ろではスタッフがスターターモーターを挿入しました。さあ、今今度は左手のグローブ。さあ、午前中も見ていただいたと思いますけれども、 F1 マシンが走る、今日初めて F1 マシンを、人生の中で初めて F1 走行を見るという方、今ここでどれぐらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてみてください。あー、初めての皆さんね、本当びっくりしますよ。すごいですよ。すごいですよ。何度も見られてる方は何度でもまたその感動は蘇ってくると思いますが、さあ、それでは